パリオリンピック五輪のメンバーに選出された FW 佐藤圭誠22イコールブレーメンが3日ドイツからオンラインで取材に応じた一覧サッカー男子日本代表メンバーメンバー発表はドイツ時間の朝7時リアルタイムで JFA の生配信で見た嬉しいという気持ちとあとは少し驚きがありましたと 自身でも驚きの選出だったことを明かした。4月のパリゴリンアジア最終予選を兼ねる U23 アジア杯カタール大会では、再三の後期を決めきれなかった。本来のプレーが出せず、悔しさが残った。それだけに、18人の枠に入れないな、という実感があって、その中での選出だったので驚きがあったということと率直な気持ちをとろした。 U23 アジア杯を終え、約2ヶ月。所属クラブで自分を見つめ直した。小さなことしか成長することができない期間でしたが、ブレずに今までやってきたことを信じてパリゴリンに選ばれたとしたら、自分のプレーができるように、日々過ごしてきた。自分がなぜ、代表チームで選ばれているのか。今、自分にできることは何か。 母校の命大の栗田大輔監督からもポジショニングのアドバイスをもらった。自分が今できること、できないこと、取り組まないといけないことを考えたり、自分のプレイに迷いがなくなることを練習の中で追求してきた、と振り返る。オーバーエイジがいない18人で世界と戦う。アジア最終予選の時も、この世代じゃパリ五輪は厳しいとか、 世間からの声もあった。そこでも、このメンバーの中で五輪に行くぞと話して、アジア王者とになった。チームの中の絆も深いですし、そのメンバーでもう一つの大会に行ける。メダルを目標としている中で、オーバーエイジがないと厳しいという声も目にした。そこも含めて、やってやろう、という気持ちがある。日の丸を背負った一人の選手として、 全試合、死ぬ気で勝ちに行って、メダルを取りたいと強い決意を口にした。